だから坊ちゃまと呼ぶのやめろっつってんだろ、もうガキじゃねえんだから。ったく、母さんもいつまで俺のこと子供扱いすんだっつうの。何笑ってんだよ。てか、もう大丈夫なのかい？お前、昨日なんかちょっと調子悪そうだったから。そっか、あんま無理すんなよ。俺の前だけでも気ぃつかなくていいから。じゃあ風呂でも入ってくるかな。一緒に入るか？バーカ、冗談だっつうの。お前やっぱり笑ってる方が可愛いよ。じゃあ準備できたら呼んで。